ちゃん。こんにちは。はい、ということで、はい、豊さん、いよいよ開幕しました日本シリーズ、ね、第一戦、はい、ね、まあオリックスの1勝ということで、なんとも劇的な試合になりましたね。なんかこう序盤はさ、ものすごい投手戦で、この試合重いなっていうような空気が流れてね、まあ もちろんね、そんな簡単な試合じゃないし大事な試合だから、まあ重い雰囲気っていうのはまあ大体予想はしてたんだけども、はい、まあ1点6回以降はね、点の取り合いになって、まあ結局オリックスが逆転サヨナラということでね、はい、幕を閉じるわけだけども、はい、なんかオリックスは素晴らしくいい勝ち方をしたというか、勢いが出るような勝ち方をしたし、はい、まあ、ヤクルトにとっては辛いいっぱいになったよね、この試合はね。そうですね、はい、ということで、はい、まあ、ちょっと試合を振り返っていきたいと思うんですが、はい、まずはあのオーダーからね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、オリックス、ヤクルト同時に出しますけどもね、うん、まあオリックスはあのクライマックスで戦った試合があるんだけども、まあ、それとは何ら変わらないということね、はい、で、まあ、DH に吉田を入れてみたいなね、うん、レフトにラベロという、まあシーズン中はあんまり出てないんだけども、うん、まあデータがないからちょっと不気味かなっていうようなことを入れてきた、はい、で山本先発で若月ということでね、はい、まあこれも大体、まあ、予想されたオーダー、うん、でヤクルトの方はまあ、DH を使えるということで、まあ、サンタナが DH になるだろうなというのは予想された、うん、大体ね、はい、でライトに誰を入れるかなっていうふうに思って見てたら宮本を入れてきた、うん、はい、まあ、上位打線ではもう変えるところはない、ここまではね、うん、宮本、西浦というそういう布陣を引いてきたというね、はい、はい、スターティングメンバーでね、うん、まあみんなちょっと緊張の面持ちで ね始まってからしばらくちょっと空気がちょっと重かったよね、ピリピリしてましたね、まあそんな中投げた、うん、両先発ピッチャーちょっとお話をしたいと思いますが、立ち上がりはまずまず山本の場合はね、はい、もうこれは先発、ね、あの予告通りという感じですね。そうそうそう、まあ予告というか、まあオリックスの方は予告はするんだけどさ、ね、ヤクルトが奥川を持ってくるのか、はたまた外してくるのか、ギリギリまでちょっとギリギリまで分かんなくて、うん、やっぱりちょっと王道できたかなっていうようなね、うん、まあ山本に対して逃げることなく奥川をぶつけてきたという。で立ち上がりは山本の場合はまずまず、まあ山本からここを話をしていくけども、6回112球と球数が多いんだ。そうでしたね、まあ、6回で降りるんだけどさ、うん、で普段と違うのは、はい、ヤクルト打線の粘りが、特に変化球に対しての粘りがすごかったという。クライマックスシリーズのファイナルでロッテと投げた時にカーブを投げてたら、ほとんどロッテのバッターっていうのはあっていう風な感じで見逃してたんだけども、うん、ヤクルトのバッターってものすごい粘るんだよね。フォークはやっぱり空振りする率っていうのはすごく高かったんだけども、はい、カーブとかカットボールとかそういうボールに対しては本当に粘り強く立ち向かってた。だから山本もすごく最初はさ、すごく自分のペースで投げれてたんだけども、うんうん、だん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 なんかその粘りが重さになってきてたよね、山本に対して。なんか様子が違うなっていう、ちょっと違う、普段と違ったよね、はい、そうですね、うん、で一方奥川、はい、ね、立ち上がり少し不安定だったんだよ、うんうん、でやっぱり逆球もあったりとかいろいろしてたんだけども、はい、やっぱ守備に助けられる、はい、まあ、特に宮本、はい、いや素晴らしかったよね、うん、やっぱライトに入れた DH というものが、あれサンタナだったらおそらく抜けて、あの若月が打ったんだけどね、うん、先制点を取られたと思うんだけども、はい、宮本で助けられたというファインプレーでしたね。そうそう、でまあ球数もね、もうどん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 向かっていくんで、うん、まあいつも通りに少なめで、はい、7回を1失点投げ切ったという、はい、大舞台に、大きな舞台にやっぱ強いなという印象が残った。ただやっぱ山本と奥川の精神状態を考えた時に、両者の置かれてる立場の違いっていうのをすごく感じた、はい、山本はさ、もういろんな報道の中でもう初戦山本もう鉄板に勝つって言われてたじゃん、ね、もう絶対山本だったら落とすはずがない、うん、だから俺も思ったよ、はい、だからもう奥川外して絶対奥川に傷をつけちゃいけない、負けをつけちゃいけない、だから山本と外した方がいいって思うぐらい、うん、山本ってすごく完璧だったんだよね、はい、でもそのプレッシャーっていうのはやっぱり今日の先発を見てるとすごく分かったね。
やっぱプレッシャーで押し潰されそうになってたもん。これがヤクルトの粘りがなかったら別だよ、ポン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 いけたと思うんだけど、はい、やっぱヤクルトの打者のね、やっぱ質の高さっていうのは、まあ、素晴らしかったと思う。シーズン中も攻撃で、うん、ね、素晴らしい、まあ、600点以上取ってるわけだからね、はい、まあまあこういう先発ピッチャーで、ゲームは重いスタートを切ったんだよね。ということで、はい、まあこうゲームを振り返っていくと、まあ、2回にですね、宗がエラーをする、ありましたね、はい、で山本がこう乗れるかなと思ったときにポッとエラーをして、うん、また1人余分なものを投げてしまう、うん、まあこういうのも球数の中にね入ってるとすれば、やっぱり山本の状態っていうのをやっぱ乗せきれないよね。で逆に一方2回にツーアウト1、2塁から 若月がね、うん、ライトの頭を襲うんだけども、宮本がファインプレー。はい。まあこれちょっとムチ打ちかな、宮本がな。ちょっと心配でしたけどね。うん、まあちょっと立ち上がれなくて、はい、しばらく、まあ、うん。次の回の守備はついたんだけど、まあ打席に立つことなく、まあちょっと交代をしたというね。うん、で、オリックスの方が序盤は本当は押してたんだよね。で、うん、3回、後期に、吉田杉本が凡退をすると。はい、まあ、ワンアウト二塁、うん、宗がねツーベースを打って出るんだけども、まあ、吉田杉本って凡退をすると、はい、ね、吉田はショートライナー、杉本は三振という、うん、んです、なんか杉本がちょっとおかしいかな、なんかちょっと今日はいつもとは違う、違ったよね、はい、はい、で4回で山本がこれ4回終わった時点でちょっと球数計算してみるとさ、山本が82球かかってんだよね、うん、で20球平均で投げてるっていうことで、で、奥川はもうどんどん向かっていくか、53球危ないシーンもあったけども、でも向かう姿勢は崩さなかったということで、はい、53球で投げ終えてるんだよね、うん、で動いたのは6回、はい、山田に山本がフォアボールを出すんだよ。で抑えがちょっとボールに抑えが効かないような感じのフォアボール、ここでこうゲームが動くかなと思ったらやっぱ案の定動いた、うん、ね、でサンタナもサンタナにもフォアボール、はい、まあ、村上には三振を取ってサンタナにはフォアボールで一塁になったんだよ、うん、でそこから中村がセンター前にまっすぐ低めのね、はい、打たれて先制点を取られる、うん、その後はさすがだけどね、オスナをサードゴロでゲッツーで、まあ、1点で切り抜けたんだけどもさ、はい、やっぱりこう山本もあ今日粘り負けしてんなと思うのは、やっぱ先頭バッターにフォアボールを出し、うん、それが点になったということ、うん、やっぱこれはもうずーっとヤクルトがもうこれでもかこれでもかってヒットは打てなくても粘ってる粘りがこの先取点を呼んだと言ってもいいよね、うん、だから素晴らしい1点の取り方だったんだよ、はい、で7回若月に代打、はい、こう若月に代打怒るんだと思って、そうそう、これなぜかというと、はい、若月が一番奥川に合ってたんだよね、奥川に、はい、あの2回のファインプレー、そうそう、これも紙一重の打球だったからさ、ね、はい、若月に代打送るんだって、え、もやと思って、はい、たらホームランなんだよ、うん、見事なんだよ、はい、これなぜかというとさ、なんか的がやたらでかいんだよね、あのもや先生、もやの、はい、高めも低めもどっからどこまでかわからないっていうぐらい広いんだけど、はい、だけどその、うん、そういうバッターに対してちょっと安易に投げすぎたかなっていう、うん、オッカーどうしよう、うん、だからストライクゾーンが広いだけに、うん、安易になんかこう向かっていくピッチャーだけに取りに行っちゃったかなって、うん、なるほど、でも中島監督が若月に変えて代打、一番合ってるバッターに代打送るんだと思ってへえと思って見てたわけ、ね、はい、でもやがその期待に応えるという、まあ、やっぱそこら辺のまあ、選択の仕方、奥川には今日は連打ではあんまり点は取れない、はい、まあ、一発でしかない、ね、若月に一発があるかって言ったらそんなにない、じゃあもやを代打してもうここで一発で同点してくれって思ったら同点になっちゃった、はい、すぐでしたね、いやすごかったよね、だからこの采配も素晴らしかったと思うんだよね、それで8回山田がレフト前ヒットを打って、はい、村上がヒギンスからチェンジアップをセンターバックスクリーンでホームランを打ち込む、はい、アメリカとのオリンピックの時に決勝戦、はい、村上が、センターのちょっと左の方向にホームランを打った打球を思い出したよ、うん、あれもチェンジアップなんだけどさ、はい、なんか
素晴らしいホームランだった。あの、膝を使って送り込んでセンターにバックスクリーンに放り込んだんだけどさ、はい、あ、この2点でもう決まったと思ったよ。はい、もうみんなそういうふうに思った人多かったでしょうね。そうだよね。で、やっぱりもう勝ちパターンっていうのに入ってきてるから、はい、で、清水がちょっと苦しいんだけどもゼロに抑えた、はい、まあ9回比嘉が三者凡退で抑えた、うん、でもこの三者凡退で抑えるのも、ライトフライ三振三振と抑えてるんだよね、うん、まあ守りのリズムはすごく攻撃に移るに関してはで言えば素晴らしく良かったんだよ、はい、でマクガフ先頭打者紅林にライト前ヒット、はい、で代打ジョーンズ。マクガフからするとやっぱりジョーンズってメジャーで言えばすごく格が上なんだよね、うん、でそういうこともマクガフっていうのも知っててなんかね、なんかジョーンズがもう堂々と立ってんだよね、うん、なんか余裕あるように見えますね、うん、でもね、一撃目の空振り見たら、はい、あ、これダメかなと思うんだけども、うん、だけどそこから考え方を変える、うん、まあ出塁すればなんとかなるかなっていうようなジョーンズが、うん、すごく冷静なんだよね、うん、やっぱこう下に見てるというかさなんかそんな感じがしたんだよ。で、監督のフォアボールだよね。はい。で、問題は次の福田の時にマクガフがフィルダー出場をする。はい、ありましたね、うん、ノーアウト1・2塁送りバント、うんうん、まあ一打同点になるチャンスを作ろうとしてたんだよね。はい。でもまあ一死二三塁で良かったのにということは、はい、まあ福田がね、これ無念になってるけど、うん、福田がバントをした、はい、ここにフィルダー出場をする、はい、で満塁になって宗が打つんだけどさ、うん、逆に福田をもう一塁でワンアウト取っとけば、はい、2、3塁で2点差あるんだよ、うん、そしたら内野が後ろに守れたんだよね、うん、でヒットゾーンを広げなくてもよかったということは、まあ、同点でも今回は延長があるから、はいね、ただヤクルトは清水、マクガフって出してるから勝ちパターンのピッチャーを出してるだけに、はいはい、まあピッチャー的には不利にはなるけども、はい、でも防ぎ方とすれば、まあ、慌てることはなかったという。ただね、マクガフってフィールディングがものすごい上手いピッチャーなのよ。でね、福田のバントがここに来たのね、はい、それをこう取りに行ってここに投げたんだけども、うん、こういう動きが抜群にマクガフって上手いんだよ、はい、上手いから行っちゃったんだろうね。うん、それで満塁になって宗が、センター前を打つと、はい、で2点タイムリー同点になったんだよね。その時点で、はい、その時点でまだノーアウト、うんね、バッター吉田、ね、吉田の存在感、初球をセンターオーバー打って、はい、まあサヨナラになったという、まあ、このマクガフ投手にとってはそのフィルダースチョイスなんかも、うん、後の投球には心理的に影響したりした部分もあったんでしょうか。まあまあそうだよね、うん、だからまあ、うん、ミスったっていうのがね、うん、まあ冷静に考えればよ、これ1対1が3対1になってるよね、はい、2点差っていうことを考えるとさ、はい、まあ同点でもいいね、1点やってもいい、でも1点差で勝てばいいっていうふうに考えると、俺はあんまり無理するケースではなかったと思うんだよね。ただやっぱりこう、うん、舞台が舞台だけに、うん、やっぱこう気持ちも切羽詰まってたと思うんだよ、はい、でもこれはいい初戦の経験だというふうに考えて、うん、まあ次頑張るしかないよね、うん、もうね。でもオリックスはもう見事だったよ、はい、うん、ジョーンズのフォアボール、福田のバントの絶妙さ、うん、はい、で宗のバッティング、うん、で吉田の初球から振りに行ってセンターオーバーのサヨナラ、はい、まあ、これは見事だったんだよね。もう見事としか言いようがなかったけども、はい、やっぱり清水もマクガフも、まあ、マクガフが負けをついたけども清水もやっぱ手こずったね、うん、1イニングを抑えるのに。ということはこれからも少しいい印象は全く残ってないから、うん、少し困ったなというような終わり方だったね、ヤクルトはね。ただこのシリーズで初戦終わった時に見えたことは、うん、はい、あのね、やっぱね、ここだと思うわ、はい、一戦で見えたこと、3、4番の勝負ね、まあ山田、村上、うんうん、吉田、杉本、前半にオリックスは吉田と杉本にチャンスが回る
ことが多くて、うん、そこで打てなかったわけね、うん、だけどヤクルトの方は山田が出て村上がホームランとか、うん、山田が先頭でフォアボールに出て中村が返すとか、だから3、4番が出塁かやっぱねポイントになる、出塁か打点かという勝負を決めるか、うん、まあ最後に吉田が決めたけど、はい、やっぱ3、4番の勝負になるね、うん、この打線はやっぱこの3、4番のところによく回ってくる、勝負どころが、はい、だから打った方が勝つという、うん、うん、ことが言えるかな。もう第一戦では、はい、収穫、課題ともにいろいろ、まあでも、うん、オリックスの場合はやっぱ山本で負けなかったっていうのがやっぱ収穫だよね、うん、まあ勝ちはつけられなかったけども山本が投げた試合で勝てたということがこれ勝ちと負けではおまあもちろん勝ちと負けでは大きいんだけどもさ、はい、だけど山本が特に投げた試合で負けなかった勝てたということがすごく大きかったし、うん、奥川が投げた試合で負けたというこの違いというのは大きいよなこれは。うん、なるほど、うん、だからまあ一戦を制す者がこのシリーズを制すっていうふうに多くの解説者の方が言われてるけども、うん、負け方もすごく嫌だよね。そうですね、うん、負け方がちょっと良くない。ただヤクルトの場合は主力が当たってるし、うん、ね、そういう意味ではこれからも点は取っていけるかなっていうふうに思うしね、うん、はい、で明日の先発予想はオリックスは宮城って言ってたよね、はい、これはもう間違いないと思う、はい、ヤクルトが高橋奎二を持ってくるのかはたまた違うピッチャーを持ってくるのか、うん、ちょっとこれはちょっと分かんないよね、はい、高津監督は予告先発をしないということなんでね、はい、まあでも明日もなんかすごく面白い日本シリーズがスタートしましたよ、はい、もう中盤までとこのその後の試合の動きは全く違う試合のようなまあね、まあ、両方のエースが投げてるわけだから、はい、だからなかなかこうゲームは動きにくいよね、うん、これも絶対そうなんだよね、うん、それとやっぱり打者陣にも硬さもあるし、はい、ね、やっぱ重さもあるし最初の初戦ということで、だから5回以降、うん、なんか吹っ切れたようにそうです、ね、どん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 なんか手足が伸びてくるというかさ、はい、なんかこう普段着でできるような感じになってたよね、はい、あれよあれよという間に展開がいろいろとありましたね、うん、あるね。だけどお互いやっぱ怖さを持ってるね、打線にね、はい、うん、はい、まあ明日もですね、はい、まあ、楽しみです、はい、はい。